またもアスリートが巻き込まれた。北京五輪への外交的ボイコットの流れが世界中で広がる中、フィギュアスケートの五輪2連覇、羽生結弦27イコール ANBA へ送られた3通の手紙が SNS で波紋を広げている。問題のツイートは9日に投稿。中国の人権侵害に反発する投稿者は、羽生結弦へ北京五輪ボイコットを呼びかける意図を綴った上で、羽生結弦に関連する団体や組織など3カ所に宛てた手紙の写真を公開。これが拡散されると、羽生結弦君を政治利用するな。選手の人権を侵害している、池江選手にやった行為と同じだと批判が殺到した。今夏の東京五輪開幕前には競泳、池江璃花子、ルネサンスが一部の五輪反対派から辞退してと強要されて、騒動となった。池江は、私に反対の声を求めても、私は何も変えることができませんと悲痛な叫びを吐露し、アスリートへの誹謗中傷は大きな社会問題となっていた。今回は冬季スポーツの主役が政治的な騒動に巻き込まれた形。そもそも羽生結弦は北京五輪の出場を明言しておらず、完全な飛び火と言っていい。北京五輪をめぐっては、米国、オーストラリア、カナダ、英国がすでに外交ボイコットを表明。日本国内からも追随すべきとの声が出始めている。羽生結弦展なぜ、長崎、佐世保市で開催。震災で強くした切なる願いとは、フィギュアスケートの五輪2連覇、羽生結弦27イコール ANA が東日本大震災で味わった経験を伝える、羽生結弦展が11日。長崎、佐世保市の佐世保市博物館島瀬美術センターで初日を迎えた。開催は27日まで。入場は無料。同展は共に。前、東日本大震災、あの日。そして今と題され。昨年12月の東京会場、渋谷区や地元の仙台、宮城など全国をめぐり、この日から長崎会場で開催。初日は約400人の来場者が詰めかけ、公式記念品や防災グッズなどが販売された。実は長崎、佐世保市で開催されたことには深い理由がある。会場の同センター関係者によると、羽生結弦選手サイドから、震災の経験が少ない地方でも開催したい意向がありましたという。長崎県は地震が少ないことで知られる。だからこそ、市民に防災の意識を持ってほしい。そんな羽生結弦サイドの願いが隠されていた。ちなみに、同展の主催者のネーミングは、ノッテステラータプロジェクト実行委員会。羽生結弦が16から17年シーズンから2期にわたってエキシビジョンで使用した曲、ノッテステラータ、星降る夜から名付けられている。あの震災の日々。16歳の羽生結弦は、避難所から夜空を見上げ星降る夜に一筋の希望を見出した。真っ暗だからこそ見える光がある。そんなメッセージが展覧会に込められている。